皆さん、こんにちは。今回はスプラクトプレイングサッカーのサプラマードです。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一つだけのチームを作ると。で、どんなチームができるかは完全に、次第というね。そういう非常に、はい。イグアイン言いますね、まず。アルゼンチンの、はい。イグアインは今、セリアで、2016年得点王ですか、はい。イタリア。ちょっとね、無名の選手ですね。アメリカ、ウェルトンゲン、また引いてるな。モッタですね。お、強い。いや、この人も使えますね。モッタが上がるな、これだと。あ、違うか。あ、そうですね。非常にパス能力高いですね、イタリア人。はい。はい。で、チアゴ・シューバと。で、ケイ・ヒル・ミナミノ。はい。これは、おーい。これは、使えるのかな。はい、チアゴ・シューバ、ケイ・ヒル・ミナミノと。もう一人あげないといけないね。この人ですね、じゃあ。わあ、ちょっとね、パス低いですけど、まあ、いっか、しょうがない。ケイ・ヒルがフォワードと。わあ、ケイ・ヒル以外のコンビネーションですね、これ。え、こうなるのか。なるほど。これちょっと、やったことないですね、これも。かなりね、左右対称のフォーメーションで。後継かと思いきや意外とハマらないのがサッカーですね。左右対称よりも、必ずね、偏らせるように、戦術組みますね。左サイドばっかり攻めるとか、そういうのがね、ストロングポイント。左か右かで、どのチームもね、必ずあるんで。だからこれ左右対称はあまり良くないですが、今回これでやってみますね。はい、南野をトップ下にして、ケイヒル以外がどう絡んでくるかと。で、チアゴシューバは真ん中にいるんで、安定はすると思います。相手はまたコートジボワール、強豪ですね、ワールドカップで結果残してないですけどね。非常に強いチームです、コートジボワールは。はい。意外な足元で。はぁ、剥がせないね。いや、はい。はい、意外な足元ですね、今のも。ちょっとね、ちょっとね、はい、カルーにボールいっちゃったな。はい。ここですね。コロトゥーレ、ヤヤトゥレのところを、いやはい。いかにしてかわすかが、コートジボワールね、攻略の鍵ですね、一番の。またね、攻めては、ドログバ・ジェルビーニョの鬼コンビがいると。いうね、もう、強いですね、本当に。はい。間違えた。はい。あ、ヤヤトゥレね、今うまくかわしたんで、意外に放り込んで、あ、シュート入れて、やった。よかった。はい。今ね、ギリギリのところでパス取るっていう、ね、サッカーギリギリで成立してるプレーっていうのはね、基本的に、チャンスにより繋がるんですね。はい。相手がね、しっかり守ってるんで、ダメかと思いきや、そっちの方が逆にチャンスになってしまうというのはね、よくありますね。相手が、ディフェンダーが、立っているところよりも、前に立っている時よりもね、前に一歩踏み出した時に、ドリブルで突っかけたりパスを出すとうまくいきますね。ボクシングでいうところのカウンターみたいな状態になってしまうんでね。それはね、すべての戦術的な規模の視点でも、規模の視点？はい、戦術的なね、規模においても同じですね。はい。あ、前向かない方がいいな。はい、あ、この辺はうまくパスが回って、はい、ここですね。取りどころインターセプトされちゃってるんで。いや。はい、取って。取れないか。いや、ここ、ここ、わ、やばい。ああ、完全に、チアゴ・シューバがやられましたね。非常に珍しいですね、今の。ありえないですね。チアゴ・シューバはもう世界最高のセンターバックになってもおかしくない選手なんですけど、ドログバがそれを上回ってきましたね。いやー、強いね、ほんと。ケイヒル、頼む。頼むよ。頼むよ。はい。はい。はい、これね、アンカーの裏に入り込んで、バス出て、はい、点ですね。あー、うまいね、今の。はい、今のね、かなり、ボールタッチの、ケイヒルのうまさが、出てました。はい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 。また同じパターン。
ああ、はい。こういうね、ガツンとボールを取ってくるんですね、コロトゥルは。うわ、やばい。うん。はい、取れました。よし。はい、エアトレね、ちょっと引き出しておきたいですね。うわー、はい、うまいですね。はい。おー、今、ほとんど1点ですね。意外な足元に放り込んでみました。というか、コルトゥレがね、動いたんで、中央にスペースがありましたね。うん、ケイヒルの落としから。わー。頼む。浮かしてみるか。今、そうか、浮き玉にするとちょっとキックモーション大きくなるんですね。それ知らなかったですね。いやー、まあね、浮き玉最近使い出したんで。ああ、何今の。はい、今のみたいなね、プレイほとんど、やったことないですね。ロング、ボール、マックスで蹴ったらイグアインの頭越し、ああ、ディフェンダーの頭越してね、イグアインのダイレクトボレーが決まりましたね。非常に。いい形ですね。はい。はい、落として。わあ。はい、足元。わあ、ちょっとね。いや、今のさっきの得点良かったですね、本当に。あんなのもできんだ。はい、南野がね、1点プレゼントしましたね、今。というわけで、もう終わりですか。あ、5-1。うわ、すごいな。はい、今回炸裂しましたね、意外と。やっぱり、イグアインとケイヒルのコンビネーションですね。はい、南のトップ下にしたんですが、それが効いてましたね、かなり。5点は大きいですね。イグアイン特に得点能力高くて。あと、こっち側のね、うまいワンツーの崩しも入ってますね。全体的に非常に良かったと思います。チェガシューバーが1回やられて1点取られちゃいましたけど、それ以外はね、ディフェンスの要として働いてましたね。で、今回ウィングをゼロにして、サイドミッドフィルダー、この位置ですね。はい、ここに配置したんですが、それも機能してたということで、まあ、非常に5対5と自分は相手に5-1なら十分でしょう。はい、というわけで、南のトップ下で、ケイヒル、イグアインですね。ケイヒル、イグアインと。はい、非常に機能したということで。まあ、コートジボワールですね、そうか。ん？はい、アンカー、というかセンターミッドフィルダーにややトルゲで非常に、トップ下開けされることが多いんですが、今回に限っては、南野が、随所に顔を出してましたね。やっぱり、動き出しで勝る選手を置くと、消えないのかな？っていうことですか？はい。南野ね、非常に動き出しがあって、あと意外性も高いんですけどね。はい。いい選手ですね、きっと。はい。これからさらに伸びると思います。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。